岩屋さざなみから1933年9月5日は、明治から大正にかけての作家、児童文学者、講演童話が、俳人、ドイツ文学者、ジャーナリスト。本名は末尾。別号に、さざなみ三人、楽天、大江さざなみ等がある。日本初の創作童話、小金丸を発表して、近代児童文学史を開いた日本児童文学の先駆者と評される。 明治期に児童文芸作品を表す言葉としておとぎ話を使用自ら編集長を務めた少年世界、少女世界、幼年世界などの雑誌を通して日本中に児童文学を広めた個人による日本初児童奏書である日本昔話、日本おとぎ話、世界おとぎ話などのシリーズを刊行日本はもちろん世界中の伝承説話のリテリングを 体系的に言った。桃太郎、金太郎、浦島太郎などの民話や英雄譚の多くは、小波の手によって再生され、幼い読者の手に届いた。廃人でもあった小波は自ら開拓したおとぎ話の世界を、廃画の世界に融合させ、おとぎ廃画という独創的な世界を作り上げた。東京府高島町平川町出身。岩焼家は、大海港口藩の範囲の家柄である。 父の岩屋十六は、水口藩の長子として、新政府に出資し、小直の寄草や上書、公文書の管理を行う、初期官僚であるとともに、明治を代表する書家としても認められていた。母の八重は十六の二番目の妻で、父にとって六番目、母には四番目の子が末尾である。身ごもっていた母は、父十六に呼ばれ上京し、東京で末尾を産んだが、 小波の当初の本籍は滋賀県にあった。母はその年の10月1日に肺炎で死んだ。父は関東で栄達士の地貴族院議員となり、末尾は裕福な家庭に育った。10歳の時、兄、岩谷律太郎が留学先のドイツから、夫を飲める編集というドイツ語の本を送ってきた。ヨーロッパの昔話や童話を多数収めた、この本を 律太郎は医師になるために必要なドイツ語の勉強のために送ったようだが、末尾はむしろ文学に目覚めることとなった。平川小学校卒業後、ドイツ学協会学校へ入学するが、医者への道を歩ませられることを嫌い、周囲の反対の中で文学を志して、進学を後期1887年文学結社の権有者に入る。尾崎公用らと交わって、帰還し、 ガラクタ文庫に五月5位などの小説を発表したが、少年少女のセンチメンタルな恋愛を描く作品が多かった。1891年、博文館の少年文学総書第一編として出版した児童文学の諸女作小金丸が近代日本児童文学史を開く作品となり、以後博文館と組んで児童文学に先進し、主児の児童向けの雑誌や総書を刊行した。 転身前の小説の多くは、清純な魅力とともに、感傷的な一面もあり、小説としては、未熟とも言えた。その点でこの転身は、文学的にも、大きな成功だった。作品の多くは彼自身が編集する、博文館発行の雑誌、少年世界に掲載された。以後同社の、幼年世界、少女世界、幼年画報などの主筆となって、作品を、執筆、 さらに、日本昔話、日本おとぎ話、世界おとぎ話など、タイのシリーズを刊行した。今日有名な、桃太郎や、花咲爺などの民話や、英雄譚の多くは、彼の手によって再生され、幼い読者の手に届いたもので、日本近代児童文学の開拓者というにふさわしい、業績と言える。その作品は膨大な数に上ったが、 1928年から1930年にかけてその代表的なものが粉見おとぎ全集にまとめられた。内外の昔話や名作をおとぎ話として平易に書き改める仕事のほか、童話の執筆、講演や儀曲化も試み、全国を案夜して、その普及に努めた近代児童文学のみならず、児童文化の生みの親である。自伝、我が50年、息子で、 文芸評論家の岩谷第四による、波の教音、岩谷さざ波伝がある。1911年に作った、文部省昇華、富士の山の作詞者としても知られるほか、一寸法師も、小波の作詞である。また島県高架市立奈口小学校、大津市立片田小学校、大津市立平野小学校、虎姫高等学校、東京都大島町立元町小学校校か。 各小学校効果など各地の効果の作詞も手がけている。滝連太郎が幼稚園章歌を作曲編纂するにあたって小見に相談していたことが明治32年の小見日記に記されている。1933年9月5日直腸癌のため芝区大門の日本赤十字病院で死去。64細胞図。自勢は極楽の乗り物や 石里一派。墓所は、玉霊園。岩谷さざなみが主催していた文学サロンで、明治29年から始めた。岩谷文下の作家らが毎週木曜に、岩谷の自宅に集まり、各自に創作したものを朗読して、互いに批評し、研算し合った。参加者は、久米島武彦、木戸中太郎、押川俊郎、黒田小山、生田木山、西村昌山、 井上アーラ20人ほどで、その後、長いカフーラも加わり、一時は50数名を数えることもあった。ありがとうございます。